埼玉県埼玉市南久関一丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の信号場である。西浦和駅より与野駅方向に約1.3キロメートルにある武蔵野線大宮支線の信号場。西浦和駅方より武蔵浦和駅からの短絡線が合流する。周辺概略図の通り、本信号場は複線分岐型の信号場である。本信号場と西浦和駅 武蔵浦和駅の分岐により、出る多線が形成されている。線路は、信号上北にある、トンネル入り口まで高架となっている。武蔵浦和からの線路は、西浦和から大宮方向へ向かう線路と、立体交差になっており、合流時に反対方向の列車を支障することはない。西浦和、武蔵浦和方分岐点は中浦和駅の南側、世の方合流点は中浦和駅の北側にある。 分岐器の操作は全て西浦和駅が行っている。最強線中浦和駅の直下に設置されている。順序としては東信号上の直上に中浦和駅が建設されたことになる。大宮支線のみ営業キロが設定されており、西浦和支線に関しては1987年4月1日をもって営業キロのみが廃止されている。 国鉄分割民営化前に販売された鉄道雑誌等には、田島信号場からの営業記録が記載されており、終点も与野駅ではなく大宮三沢駅である。なお、JR 東日本では、大宮支線の営業記録を旅客運賃計算上使用しておらず、東信号場を通過する大宮支線、西浦和支線経由の旅客列車を利用する場合、武蔵浦和駅、または、 北朝駅伊勢まで利用の場合は、与野本町駅、武蔵浦和駅経由、南浦和駅伊東まで利用の場合は、浦和駅、南浦和駅経由の営業キロで旅客運賃を計算する。ありがとうございます。